ソニー製の古いデスクトップパソコン BIOL モデルのハードディスクドライブを SSD に乾燥して超快速パソコンにしてみたいと思います SSD 乾燥に必要なものは4つです 1SSD ソリッドステートドライブ本体容量 1TB で1万円前後です22.5インチ用 HDDSSD ケースは 1000円前後です3データクローンソフトは無料のものを使用します4マウンター SSD 固定用金具500円前後です SSD はいろいろなメーカーから販売されていますがこの動画では安定した性能のマイクロンチップが搭載されたクルーシャル製を使用します購入する SSD の容量を決めるには 画面左下のスタートボタンを右クリックしますディスクの管理を左クリックします C ドライブが入っている場所同じバイオのモデルであればおそらくディスク0ですを記録しておきます右上のバツをクリックしてディスクの管理ウィンドウを閉じますスタートボタンを右クリックしてエクスプローラーを左クリックします 開いたウィンドの左側に階層が表示されますので PC をクリックしますウィンドの右側にローカルディスク C コロンが表示されますのでそのアイコンの上で右クリックしてプロパティを左クリックします開いたウィンドの使用領域を〇〇ギガバイトや〇〇テラバイトの数値を記録しておきます ローカルディスク C コロンのみの場合、最低限、その使用領域の数値以上、できればプラス100以上の容量の SSD が必要です。ローカルディスク C コロン以外にローカルディスク D コロンなどがある場合は、ローカルディスク C コロンと同じように、使用領域の数値を記録しておきます。各使用領域の合計 数値以上の容量の SSD が必要です Windows の更新などで後々さらに容量が増えますので容量は余裕があるものを購入します SSD を USB でパソコンに接続する HDD、SSD、ケースもさまざまなメーカーから販売されています購入した SSD を パソコンに認識させるために、SSD をフォーマットします。画面左下の、スタートボタンを右クリックします。ディスクの管理を左クリックすると、接続した SSD のディスクの初期化、ウィンドウが開きます。これは、キャンセルをクリックしてウィンドウを閉じます。ディスクの管理画面が開いていますので、C コロンが入っているディスク0の上で右クリックします。 プロパティを左ククリックします。装備されているハードディスクドライブのプロパティのウィンドウが開きますのでボリュームタブを左クリックしますパーテーションスタイルを記録しておきます同じバイオでノーマルの場合はマスターブートレコード MBR だと思います OK を押してウィンドウを閉じます ディスクの管理画面が開いていますので C コロンが入っているディスク0の下にあるディスク1初期化されていません右に SSD の容量と見割り当てが表示されていますディスク1が SSD であることを確認してその上で右クリックしますディスクの初期化を左クリックします ウィンドウが開き、SSD ディスクの番号1や2などにチェックが入っています。選択したディスクに次のパーティションスタイルを使用するの下で先ほど調べて記録していたパーティションテーブル GPT または MBR にチェックを入れます。OK をクリックします。 次にディスク1の右側の見割り当ての上で右クリックし新しいシンプルボリュームを左クリックします開いたウィンドの次へを左クリックします次の画面でも次へをクリックします次の画面で次のドライブ文字を割り当てると表示されている右にアルファベットの文字がありますので文字を記録しておきます 次へをクリックします。また次へをクリックします。完了をクリックします。すると、開いているディスクの管理画面で、見割り当て、出会った部分が、フォーマット中、と表示されて、フォーマットが始まっています。SSD によっては、すでにフォーマット済み、フォーマット不要な場合もあるようです。数分から数時間後に、 フォーマットが完了すると、ボリューム F、先ほど記録していたアルファベット文字のエクスプローラーウィンドウが表示されます。これで SSD の初期準備、パソコンで認識されるようになり、完了ですので、エクスプローラーとディスクの管理画面を閉じます。クローンソフトを入手します。 データクローンソフトは無料で使いやすく定評のクローンソフト e a s ス s t o d b a c k u p を使用させていただきました窓の森からダウンロードできますインストール方法などの詳細を分かりやすく解説されている YouTube 動画は下記の説明欄に記載のリンク先をご覧くださいハードディスクのデータを SSD にクローンする際にエラーが出るとやり直しで時間が無駄になります エラーが出ないようにあらかじめ次の設定をしておくと無難かと思います SSD 乾燥後に設定を戻してください重要なデータをバックアップする Windows アップデート更新する Windows の高速スタートアップを無効にする常駐ソフトなどが途中で動き出さないように終了する クローン作成中にスリープになったり電源が切れないように電源オプションを設定するアンチウイルスソフトをインストールしている場合可能ならば停止する接続している機器を外す同じバイオの L 型の場合は3456だけ設定しましたが必要に応じてその他も含めて設定してください デスクトップにできた、イーザストードバックアップ、アイコンをクリックします。このアプリがデバイスに変更を加えることを、許可しますかと表示されます。はい、をクリックします。アプリが起動すると、アプリ画面の左側に、正方形が2つ重なっているマーク、をクリックします。左上に、ソース、と表示された画面になります。 ソースはクローン元となるドライブですので Windows の OS が記録されている HDD ドライブの四角枠をチェックして次へをクリックします左上にソース HDD ドライブ名右矢印ターゲットと表示された画面になりますターゲットはクローン先 となるドライブですので乾燥する SSD ドライブのドライブ名アルファベット文字を確認して資格枠をチェックします左下に高度なオプションボタンがありますのでクリックします SSD に最適化にチェックを入れますハードディスクの総容量と同じ容量の SSD を購入された場合はセクタバイセクタクローンにチェックを入れます このバイオの場合通常モデルであれば総容量は 2TB です購入した SSD は 1TB ですので SSD に最適化にチェックを入れました選択後に OK をクリックします次へをクリックします最終確認画面でソースのクローン元とターゲットのクローン先を確認して実行をクリックします 注意ウィンドウが表示されます内容をよく確認して「続ける」をクリックしますクローンの作成が始まりますのでパソコンの電源を抜いてしまったり接続している SSD の USB ケーブルを抜かないよう注意が必要ですクローンの作成が終わるとウィンドウに100%のバー表示とクローン内容完了ボタンが表示されます クローンの内容の最下部でディスクのクローンが正常に完了しましたを確認して完了ボタンをクリックして閉じますアンケート画面が表示された場合アンケートに回答しない場合は左下の今後は表示しないをクリックします EasyStoredBackup へようこその画面も閉じます画面左下のスタートボタンをクリックして電源をシャットダウンします パソコンから HDDSSD ケースの USB ケーブルを抜いて SSD 本体を取り出します。パソコンのハードディスクを外して SSD に乾燥します。モニターに傷が入らないよう毛布などの上で作業します。このバイオの場合、モニター裏のスタンド固定蓋のビス4本を外します。 このビス4本は強く締め付けられていますので慎重に回さないとネジ山が潰れますスタンドの足を持って下から上に引き上げると外れます爪がバキッと音を立てますが割れなどが心配な方は分解ヘラなどを使用してくださいハードディスクドライブを固定している3.5インチドライブベイのビス4本を外します 片手でハードディスクドライブベイを少し持ち上げて2つの配線コネクターを丁寧に抜きます3.5インチドライブベイからハードディスクドライブを外します SSD にマウンターを取り付けますハードディスクドライブベイを元通りに固定しますスタンドを元通りに固定して完了です どうですかデータ転送速度が数倍アップしましたので少々重い作業でもストレスなくサクサク動きます。ご自分で SSD に乾燥される際は全て自己責任で行ってください。作業は簡単ですが自信がない方は業者に優勝で乾燥してもらいましょう。